諦めないよ。うちにだって使える魔法がきっとあるはず。ちゃんよとミサキッチに自慢できるよ。頑張っちゃうもんね。ねえねえヒデサイ、本気で行くわ。羽付きより楽だったかな。ついていくわ。はじめから飛ばしちゃう。進みましょう。ドラゴンズティアー。おしまいにして。ドラゴンズティアー。あんたたちを守れてよかったわ。それも家臣ではないあなたと共に。ついていくわ。みんな聞いてよ。ドラゴンズティアー。終わらせました。ドラゴンズティアー。私の力なら当然よね。いざ予感。恐れることはありません。ドラゴンズティアー。ドラゴンズティアー。また怖がらせてしまいましたか。
ピアー終わらせました。ドラゴンズピアー本国にいい報告ができそうだ。ついていくわ。みんな、切り替え。ドラゴンズピアー終わらせました。ドラゴンズピアー平和を守ることができたでしょうか。もてなすよ。ドラゴンズピアドラゴンズピア皆よく頑張りましたね。誰からも寄せる。ドラゴンズピアドラゴンズピア思う存分褒めていいわよ。勝利を。ドラゴンズピアアメス様のカグのおかげね。ついていくわ。誰から燃やさる。ねえねえ、伝説の魔物アルゲースっちだっけ。なんかパッと見おにぎれっちゅう。あれかな、寝起き悪いタイプなのかな。800年も寝てたんならずっと寝てなさいよ。まったく、なんでこのタイミングで起きて。で、私が鐘鳴らしちゃったせいか。しょうがないわね。私にもほんのちょっとは原因ありそうだし、責任は果たしてやるわ。うちも手伝うよ。アルゲースっち、ごめんだけどまた年々コロリってことでやろ。よし、行くわよ。ベタン殺すわよ。いい景気づけになったね。一のヤサヒレ魔法使い様の力だよ。ねえキャルッチ。は？ヤサヒレって何よ。え？ヤサヒレはヤサヒレだよ。ねえヒデサイ。わかったわ。優秀のこと言ってんのね。ヒデサイだのヤサヒレだの。あんたは魔法の前にまず言葉を勉強しなさい。でも伝わってんだからいいじゃん。うちとキャルッチは言葉以上のもんでつながってるし。え、それはキュニーさんのこと。あ、アルゲースッチが逃げちゃった。このままだと安心して卒業式続けられないし。行くよキャルッチ。ちょ、待ちなさいスズナ。ったく、追いかけるわよ。あいつの魔力がさっきよりも強く感じるわ。キャルッチ震えてるけど大丈夫。うちのケープ貸してあげるよ。いいわよ、あんたも寒気を感じるでしょ。いくらあんたが魔法を使えなくてもこの冷気は感じるはずじゃ。ん？マジで平気。うち制服の下に体操服着込んでるから。あっ、いや、下に体操服着ててそのスタイルってスーパーモデル恐るべしと思って。いや、そんなん言ってる場合じゃないわ。さっさとやつを追うわよ。
てなすよ。恐れることはありません。ドラゴンズティア終わらせました。ドラゴンズティア、背の低さなど問題にならなかったな。みんな進みました。ドラゴンズティア、なんかやばい。ドラゴンズティア、あんたと私の力なら当然よね。始めたらやばい。進みましょう。ドラゴンズティア、なんかやばい。ドラゴンズティア、さてお参りに行こっか。みんな聞いてよ。ドラゴンズティア終わらせました。ドラゴンズティア、また怖がらせてしまいましたか。進みましょう。ドラゴンズティア、おしまいにしか。ドラゴンズティア、あんたと私の力なら当然よね。もてなすよ。気のせいだったらごめんだけど、アルギウスっち、さっきより元気になってない？目覚めの運動はこれで終わりってわけ。面白いじゃない。生意気な小娘だ。だが貴様の魔力などアンブローズの足元にも及ばぬわ。勝手に比べないでくれる？そんな800年も昔の偉人とか知るかってのよ。それに私がその偉人の足元に及ぼうが及ばなかろうが、あんたには関係ないわ。何が言いたい？どっちみちあんたは私に倒されるって言ってんのよ。出てくれるかな。平和を守ることができたでしょうか。ついていくわ。みんな、なんて魔力。ついに本気を出したってわけね。でも不思議だわ。こんなに恐ろしい魔物を前にしてんのにちっとも怖くない。やばいよキャルッチ、うちも同じ気持ち。隣にキャルッチとヒデサイがいてくれるからうち全然怖くないし。そんなこと照れもなく堂々とよく言えるわね。あんたのそういうとこ嫌いじゃないわ。キャルッチ嫌いじゃない、でも嬉しいんだけど、なんかさ違う言い方のやつ言ってほしいかも。ほら、初めがスで終わりがキーのやつ。あんたのこと。もうそんなのはこいつに勝ってからよ。お預けか。でもそんなん言われたら絶対に勝つし。これが最後、全力で行くわよ。行くわよ。光を強くやるわ。私の力なら当然よね。
倒せなかった。悔しいけどみんなのおか…まずい！キャルッチ大大大勝利！もうヤバすぎだよ！グズーな！抱きつくなって何回言わせんのよ！ダメだよキャルッチ、こういう時は抱きつくって常識だよ。そんな常識知らないわ。一体どこの世界の常識よ。キャハ、そんなん青春の常識に決まってんじゃん。そうなの？わかったわよ。じゃあ勝手に抱きついとけば。こちらから新たに現れた巨